悲しいな。かわいそうだな、俺。てか、何もかもうざいと思ってんのは自分の方だっつーの。お前、誰だ？俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ。いつまでそうやって格好つけてる気だよ。商店街もジュネスも全部うぜんだろ。そもそも田舎暮らしがうぜんだよな。な、何言ってる。違う、俺は。お前は孤立すんのが怖いからうまく取り繕ってヘラヘラしてんだよ。一人は寂しいもんね。みんなに囲まれてたいもんな。小西先輩のためにこの世界を調べに来ただ。お前がここに興味を持った本当の理由は。やめろ。何焦ってんだ。俺には全部お見通しなんだよ。だって俺はお前なんだからな。お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。ど田舎暮らしにはうんざりしてるもんな。何か面白いもんがあんじゃないか。ここへ来たわけなんて要はそれだけだろ。違う、やめろ、やめてくれ。カッコつけやがってよ。あわよくばヒーローになれろって思ったんだよな。大好きな先輩が死んだっていうらしい口実もあるしさ。違う。お前何なんだ、誰なんだよ。言ったろ、俺はお前、お前の影、全部お見通しだってな。ふざけんな。お前なんか知らない。お前なんか俺じゃない。いいぜ、もっといいな。俺じゃない。 お前は俺じゃない。そうさ、俺は俺だ。もうお前なんかじゃない。真なる我、退屈なものは全部ぶっ壊す。まずはお前からだ。いつまで耐えられるかな。さっきのやつよりがぜん強そう。クマ、気をつけろ。クマ、防御するクマ。
退屈だぜ。邪魔だ。ペルソナ。うるせえな。Come on!